皆さんこんにちは j c 奈良福音教会の尾形健一と申します本日は2022年1月7日金曜日です聖書の箇所はルカの福音書2章1節から7節です歴史の中の神の節理 「救い主のベツレヘムでの誕生」というテーマでこのところから神様が語りかけられる声を共に聞いていきましょう。「ルカの福音書2章」1節から7節その頃全世界の住民登録をせよという勅令が。 皇帝アウグストゥスから出たこれはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったヨセフもダビデの家に属しその血筋であったのでガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムという ダビデの町へっっていった身重になっていた許嫁の妻マリアと共に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺子を産んだそしてその子を布にくるんで貝羽桶けに寝かせた宿屋には 彼らのいる場所がなかったからである今日もルカの福音書から続けて皆さんと見ていきたいと思いますえ今日はですねどのようなものどのような歴史あるいは状況あるいは政治や社会の中まあ、それがたとえ理不尽なものであったとしてもその中に流れる神様のご計画とその方の見てによるご支配に目を止めていきたいと思います 今日のところはエリサベスから先にヨハネが生まれ主のご計画が着実に進められる中で起こってきたことです。その当時ですねローマ帝国が支配してたわけですけどもそのところで初代の皇帝として建てられたアウグストスという方がいました。そしてそのアウグストスによって全国中にこの一節にあるとおりに全世界の住民登録をせよ という直令命令がですね。まあ、結構法的な効力が強い、その命令が実施されたんです。しかし、目的はですね。民を思うものだとかまあ、良い目的のものでは決してなかったんですね。そこに込められた目的というのはま徴税、あるいは徴兵のためだったと言われています。そして、その当時のま慣習だったと思うのですけれども。 この3節にあるとおりに人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていってたとありますそれぞれぞ自分の町にそのことに応じて帰っていったんです。まあ、そこでナザレにいた、まあ、ヨセフとマリアもですね例に漏れずに、まあ、ヨセフの自分の町御言葉に書かれているところによりますとダビデの家、まあ、地筋でありましたのでユダヤの ベツレヘムへ登っていったのです。続く四節にありますけれども、そのようにして自分の町にヨセフは登っていったのです。まあ、さっとすっと読めば、まあ、ルカがきちんと調べて流れを書いている。まあ、イエス様誕生のいきを書いているだけですけれども、まあ、本当はそうではないということがわかります。背後におられる神様の存在と、その。 強く働く働を見て取れると思うんですあ、ね、一見すると政治や社会での出来事その時の権威者によってその命によって取り組まれたことが書かれているだけだと取ることができますけどももう一歩踏み込んで見てみますとそこに着実に成就へと進む予言された主のご計画が 見えてきまますす節をお読みしますヨセフもダビデの家に属しその血筋であったのでガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ上っていった、まあ、先ほども言いました通りにダビデの町というのはこのヨセフの町であったダビ,デとダビデの町であったのはこのベツレヘムであったということが分かりますで。そしてもう一つ 私たちにこのところからわかることはそのベツレヘムこそ救い主がお生まれになるとはっきり旧約聖書の中で予言されている地であるということですミ箇所の五章の二節にこういうふうにありますベツレヘム・エフラテヨあなたはユダ氏族の中であまりにも小さいだがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出るその出現は昔から 永遠の昔から定まっていると、ま人間的な目的のために実施された政治的な事柄を通してもここを一つ一つ一歩踏み込んで見ていくならばその中に神様のご計画が成し遂げられていったということがはっきりとよくわかります私たちはこれを思うときに私たちの日本に当てはめて 考えてみたいいと思いますがこの日本においても異教の国にあって人間的なもので動いていく政治的なものや社会的なものを見る見方がですねそのことのために祈る姿勢というものをこれを思うときに考えさせられると思うんですね。日々その面において御霊の助けと導きが必要であるということを強く思わされます。 もう一度本部に戻りまして、続きを見ていきますと、私たちもう一つ強く目に留まるものがあります。それはこの住民登録にあたって、ヨセフは一人ではなくて、マリアと共に出かけていったということです。これは大変なことですよね。身重になってた。お腹の中に赤ちゃんを抱えているマリアと、 ナザレからベツレヘムまでというのは150キロの道のりでしたからその道を身重になっっているマリアと共に行ったんですそれは続く箇所を見るとそれはとても意味があるそれこそ神様のご計画であったことがよくわかります。そして続けて今言いましたように続けて見ていきますと目に留まる言葉が続きにあります。6節ですところが 彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて7節の最初ですけれども男子の産業を産んだとありますいよいよイエス様がお生まれになったことが記されている箇所が出てきますしかもここにありますそこにいる間にとあるんですねどういうことでしょうかそれはベツレヘムにいる間にということだと言えます もし登録するだけ登録して戻っていたならイエス様はナザレでお生まれになることになっていましたでも神様の見てがそこにあったんですねこのお生まれになるそのことはこの間に彼らがそこにいる間に起こったんですこれを含めて考えますとすべてのことが神様の見てのうちで絶妙なタイミングで行われて 起ここここっっていったっていいたたたとととううでですす今日私たちはここを読むきに覚えたいと思うんですね人間的にはとてもふさわしいとは一切見ることができない状況でもあるいはなぜと思えるような時でもまたどのような場所であったとしてもそれがふさわしくないような場所であったとしても主の見てによるご支配のうちに主のご計画されたとおり しかも絶妙なタイミングでことは起こっていくのだとそういうことを私たちは今日のこのところから覚えたいいと思います今皆さんの中になぜこのようなことが起こるのか。 そういい中におられれるる方がいるかもしれませんあるいは神様が語られた約束されたことに逆行するようなことが周りで起こっているかもしれませんしかし今日の箇所をもう一度目を止めてじっくり読んでみましょうそして全ての物事の背後にある主の見てによるご支配を覚えましょうそして主のご計画は主の見てで、まあ、絶妙な タイミングでなされていくことを信じていきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、ま。今日の御言葉から、また私たちに心の一番深くまで語ってくださりありがとうございます。私たちはなぜこのようなことがっていうものが。起こったり、それに直面する時があります。今まさにその中におられる方がいるかもしれません。 神様でもも私たちにもう一度、ここのところから覚えさせてください。すべての物事の背後に人間的に見ればそうは思えないようなことであったとしても全ての物事の背後にあなたの見てとそのご支配があることを覚えさせてくださいそしてあなたのご計画されたことはどのようなものによっても止めることがなされることはなく絶妙なタイミングで あなたの時になされていくことを覚えさせてくださいすべてのことを感謝してあなたの見てにおいだねしてイエス様の素晴らしいお名前を通してお祈りいたしますアーメン